西九州新幹線とともにあさってデビューする JR 九州の新しい観光列車。一足先に報道陣向けの試乗会が開かれました。この列車は特急二つ星4747長崎行きです。このゆったりとした豪華なラウンジ、窓を開けてみると有明海が広がっています。景色が綺麗な時間帯にはゆっくりと走行してくれるということです。二つ星4047は佐賀県の武雄温泉駅と長崎駅を結ぶ JR 九州の新しい観光列車です。今日はその試乗会が開かれ、西九州を駆け抜けました。87個の座席は全て指定席。3両編成の真ん中、2号車はラウンジ車両です。木を使った温かみのある空間でゆっくりと車窓を楽しめます。嬉しますにございます。二つ星の車内でしか味わえないものでございますので、ぜひお楽しみくださいませ。ドリンクやお弁当などの車内販売もあり、景色とともに沿線地域の食を味わうことができます。午前の便は武雄温泉駅を出て有明海を望むルート、午後の便は長崎駅を出て大村湾を望むルートです。運行開始はあさって。西九州新幹線の開業とともに、この観光列車が佐賀、長崎、2つの県を結びます。